厚見勝は日本の国水主義民族派の思想家。滋賀県犬上郡彦根町出身。彦根藩主であった厚見平八郎の子として生まれる。厚見家は藩の武術師藩を務めた家で、母は藩主、伊家の文家である木又家の出身。幼くして父を失い母の手で育てられる。彦根中学を経て1897年。 第一高等学校に入学。1900年には、京都帝国大学法科に入学した。大学在学中、哲学、宗教への関心を深めた。また、母の死に、相当の衝撃を受け、その遺骨の喉骨を飲み込んだとも言われる。人生に反問を抱えたまま、1904年、京都帝大を中退。郷里に帰って、中学校教師をしていた時、児童の歌う。 桃太郎の昇華を聞く中で思想的に目覚め、教職を辞めて大阪に出て鉄工所の作業員となる。1910年の大逆事件に刺激され、新生維新の理念を抱いて翌年上京。1913年から1921年にかけ、土工、人力車夫、下足版、映画館の売り子など職を転々としながら、 神田須田町の広瀬中佐像前や上野公園で街頭演説をし、松村海関、東山光、内田良平など多くの右翼人士と交わるようになる。また大川周明とは、大川が帝大生の時に厚みが引いていた人力車に乗ったのがきっかけで知り合ったという。その縁で、三川亀太郎の老僧会、なお有者にも関与し、北一騎とも知り合いになった。 三川は、厚みの姿は、足地の聖フランシスを思わせるが、熱弁は、サボナローラーに必すべきと、三国干渉以後で、改装している。1921年には、同志らと高千方へ赴き、宮崎県、大分県の各地で、みそぎの修練に努めていたが、1923年に、関東大震災の知らせを受けて、再び上京をする。1924年、 衆議院議員選挙に立候補した天野達夫を応援。この年の秋には、沢田五郎、千家鉄馬郎、西川幸二郎、三川亀太郎、田尻隼人と,と、聖日本学会を結成する。1925年、全日本広告同士会総代となる。1926年、赤尾里の建国祭実現を支援、建国会を指導するが、間もなく離れる。 1927年、遠藤智郎、大森一世、三浦園治らが結成した近畿会の顧問となり、各地を巡回して講演活動を行った。その疲労がたたって、1928年に知人、長岡里泉一で休止。1928年12月9日、日本青年館で開催された葬儀は、現容者の遠山光を葬儀委員長とし、 国家主義の各団体及び協家団体の共同主催で約2000人の改装者が集まり盛大に営まれ、静岡県裾野市佐野赤さ森に葬られ、厚見まるの命日が立てられた。ありがとうございます。